はい、おはよう、ポンちゃん。朝の光に輝いています。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。はい、こんなことしても大丈夫になってきました、ポンちゃん。あの、なんか触っても大丈夫です。ポンちゃん。はい、はい、甘える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 。ふん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 、ポンちゃん、はい、顔触るよ。ポンちゃん、はい、いい子です。スリスリして。で、ジャン君はさっきからトイレ何回も行ってますけど大丈夫？ちょっとやっぱ寒かったんじゃないかな。ここにね、うん、ずっと寝てんのよ、夜中。朝ね、あの、背中を触ると背中がひんやりしてるんだな。エアコンついてる、ね、エアコンつけてるし、下はあったかいんだけど、なんとかできないもんかね。まあ、日がさして、あの、窓開けると日がさして、あの、あったかくはなるんだけど、その、それまでがね。まあ、あとは、ポンちゃんがガラガラって開けてなければね、まだ。うん、じゃあ、ポンちゃん。開けるのはしょうがないとして、今度閉めて、閉めてください。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、いい子だね、ポンちゃん。違う布団行ってまでは2人でね、ここで寝てたよ、ベッドで2人で抱き合って寝てて、あったかそうで。俺目覚めたの、今日ちょっと早く目覚めた時はもう窓際にいたな、うん、だってね、私がお布団引いちゃって少しするとポンちゃんも私の足のとこ乗ってきちゃって、うん、そうすると私は身動きできなくなって、で、多分その後ちゃんくんはしばらく自分のベッドで寝てて、いつそっちに行くのかちょっと朝方なのかわかんないんだけど、うん、ポンちゃんの湯たんぽがいなくなったから湯たんぽを求めて窓のとこ行くんだね、うん、窓際をやめるかな。寝る時だけさ、あそこじゃなくするとかね。このヤン君ベッドの下に置くのがいいのかなって思うんだけど、やっぱ股間が気になるのね。なんかやっぱ違和感あるのね。そうなのね。溶けろ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 、なんだったら溶けて外に出てこい。すごく行くときと全く行かないときと差があるんだよね。まあ、そうだね、その時々ってことだね、ジェン君。隙間に入ろうとしているとね、どうする？ポチェちょっと尻尾踏まれてる。いいかな。そのうちお互いちょっとずつ譲歩してね。溶けろ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 。ポンちゃんはこのまま健康健康健康。溶けろ溶けろ溶ける溶ける溶ける。はい、温まってください。はい、古い、電気アンカーですね。まだ使えるのでこれは、取り出してきました、うん、さあここに入れてみよう。ちょっと電源問題いろいろこれからやるわけ。下に、下に、あ、そっちだね、うん、あ、ちょっとちっちゃいよね。あ、でもいいんじゃない。どのぐらいそのあったかいって気づいてくれるかの問題だけどね。そっか、ちょっとお米に入れようかな。置くのが寒いから、うん、こんな感じかな、はい、まだちょっと電源入れてないですけど、夜の方がね、そうそう、夜に、ね、寝る時に、君がここで寝る時に、うん、これをオンにしてこちらをオフにすると。オフにしただけだとここに乗っかって冷たってなってるといけないので、どっかちょっと隠そうかなというふうにします、夜の間はここでできたら2人で寝ていてほしい。
ただしポンちゃんはマオイママさんの足の間が好きで、そこに上から布団の上から乗るんですけど、そうすると身動き取れないのね。その間じゃなくて、うん、最近上に乗るんだよね。あ、そうか。そう、間もあるんだけど、顎を乗せるとか、こう上半身を乗せる感じだね。よりも、うん、完全に完全にも乗ってる時もあります。あの、私が足あんまり開いてなくて、うん、ちょっとしか開いてない時とかは、うん、だから両足の上にのっしり乗られるのね。俺なんかね、って感じ。そういえば普段昼間にゴロゴロしてたら足の上に乗られたことが、うん、ポンちゃん動けないですけどって言ったら解いてもらえたけど。上がってきたらね、うん、黒犬の足元の布団の上でポンちゃん寝てたよ。あ、乗ってたかな、かもしれないね。そうそう、もうどうしてもそこがいいんだね。そうだけど、うん、あのその後はなんか私が上がってきたらなんかニャーニャー言い出して、クッション性違いますからね。あと、その前に黒犬から降りて、あと、うん、ちょっとボンちゃん、なんだっけ、ジャン君のところに行ったと思うんだよね、うん、あ、違ったかな、昨日は違ったかな。まあ、いいです、うん、とにかくそういうことになってますので、ね、夜中の間にここで背中がひんやりするっていうことをちょっと改善しようと思います、うん、そのためには全体の電源をちょっともう一回見直します。ジャン君とポンちゃんはこうやってあったかい感じで寝ていますが、今日寒いのでですね、去年使っていたあの遠赤外線ヒーター、あれを出してこようと今相談中です。出すシーンはまあ録画しなくてもいいかな。とにかくですね、さあよく考えたらさ、うん、もうあとさ、うん、何時間かでさ夜になるよね、うん、まあでもね、とりあえず今日出して、また明日も同じ場所で使えるように、ここをね、ちょっと整理して、うん、こいつをどっか収めて、ここにパネル立てようかな。で、出しっぱってこと？まあどっかうまく角度を変えたら収められるとか、まあ、の毎日引っ込ませるのもありだけど、うん、まあ、それは俺がやるので、とにかくやっぱ温まんないとね。一回やってみます。ダメだったらまた考えます、うんうん、でその時にこれが、電源が入っているとやっぱり電気を、大量に使う、両方で使うとまたね、ブレーカーが落ちるといけないので、うん、あとあれすっごい強力だから、うん、もういらない、まあ、いらないかもね、うんうん、ということで後ほど、入れ物をいろいろずらしてですね、中を掃除して、今こんな状態にはなりました。これからちょっとずつ改善していく予定です。というところで、掃除機が怖くてジャン君は一番上まで登りました。ポンちゃん、ポンちゃんレスキューお願いします。ポンちゃんレスキューどこにいるの？ポンちゃん、はい、ポンちゃんは下にいる、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん助けに行きます。ポンちゃん、お利口さんね、はい、本当に助けに行くんだね、ポンちゃん、うん、偉いね、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、本当に偉いよ。ジャン君よかったね、ポンちゃんが助けに来てくれたよ。ポンちゃん偉いよ、ポンちゃん、うん、じゃあ、あとは、ヒーターをきちんときれいにしたらあったかいのをオンにするからね、待っててね。むしろさ、この高さのとこまで行くと結構あったかいはずなんでね、うん、はい、ジャン君がヒーターを発見しました。これね、遠赤外線で直接ここが熱くならないので、うん、あっていうのがね、分かるまでちょっと時間かかりましたが、もうちょっとぬくいけど、うん、普通はね、あの、うん、部屋をあったかくするぐらい温めるやつだったらそこ触れないと思うけど、うん、ジャン君が、あ、去年ここあったかかったんだっていうのを思い出したようです。ジャン君ここの前でね、デローンって寝てたよ。そうだね、これでお腹まで温まってくれたらありがたいんですけど。